ルイス・リムット・ボイト3世は、アメリカ合衆国ミズーリ州、セントルイス・グワイルドウッド出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウ MLB のニューヨーク・ヤンキース所属。愛称はミート。2009年の MLB ドラフト32巡目で、カンザスシティロイヤルズから指名されたが契約せず、ミズーリ州立大学に進学した。2013年の MLB ドラフト22巡目で、 セントルイスカージナルスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 ステートカレッジ、スパイクスで保守として、プロデビューした。一類種に転校した2014年と2015年は、AA 級パームビーチカージナルスに所属した。2016年は、AA 級スプリングフィールドカージナルスでプレイし、134試合に出場して打率。297、19本類だ。 74打点を記録した。2017年はトリプル A 級メンフィスレッドバーズで開幕を迎えた。6月25日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると同日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビュー。7回裏に代打で登場しヤンマリーネスから支給を受けた。この年メジャーでは62試合に出場して打率246。 4本類打、18打点を記録した。2018年7月27日に、チェイスン・シュリーブ、ジオバニー・ガジェゴスとのトレードで、インターナショナルボーナスプールと共にニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。トリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースに割り当てられ、8月2日にメジャーに昇格したが、8月13日に再び降格した。8月21日に、 ティディグレコリウスが故障者リストに入ったためメジャーに昇格した。クレックバードから小1類士を引き継ぎ、9月20日にはヤンキースで打った本類打が10本を超えた。これは2018年のヤンキースの選手の中で12人目であり、チーム記録を更新した。10月1日には1週間で打率、458、3本類打8打点を残し、 アメリカンリーグのプレイヤーオブザウィークに選ばれた。ヤンキースへ移籍後は39試合に出場して打率、333、14本塁打、33打点、オプス1.095を記録した。14本塁打という記録は期間を限って測ると、15本塁打を打ったクリスチャン・イエリッチに次ぐ記録である。ポストシーズンでは、2018年の アメリカンリーグワイルドカードゲームに一塁手として先発出場し、6回にブレイクトレイネングから2点タイムリーとなる自身初の三塁打を打ち、チームも5から0で勝利した。2019年3月28日の開幕戦では、第1打席に本塁打を放ち、このシーズンにおけるチーム1号本塁打を記録した。七月十一日にスポーツヘルニアで故障者リスト入りしたが、 手術は回避し、8月30日のオークランドアスレチックス戦で復帰した。シーズン通算では118試合出場で打率、263、21本塁打、62打点を記録した。2020年は新型コロナウイルスの影響で60試合の短縮シーズンとなったが、前年の半分以下の56試合の出場で、 前年を上回る22本類打を記録し、自身初のタイトルとなるアメリカンリーグの本類打王を受賞した。2021年は開幕を故障者リストで迎えた。5月11日のレイズ戦でシーズン初出場した。ありがとうございます。